ボール戻した庄司です。サイドを変えます。ダイレクトで中に入れていきました。杉浦シュート、あー吸い込まれた。追いついた金沢、18分、大分に強い杉浦、18分に同点に追いつきました。まあ、ボールを受けてからこの縦パスですよね。前がポーンとこう開くんですよね、はい、そこを逃さずシュートに持っていったところと、まあ、マークピッチをこう利用したって言っていいんですかね。ショートバウンドで少しねキーパーの手前でピッチも濡れてますからね。ここ走りましたね、うん。